千田店。以前は、本部が置かれていた、小井店。広田会館。以前は、本部が置かれていた矢野店。事業上都市に現存する店舗で3番目に古い店舗。広島銀行、矢野支店がテナントとして入居マダムジョイ楽楽園店。事業上都市に現存する店舗で2番目に古い店舗。株式会社、広田ストアは、広島県広島市において、 マダムジョイの店舗名でスーパーマーケットを経営していた企業。2018年、スーパー事業をマックスバリュー西日本に譲渡し、その後解散した。広島電鉄の完全子会社であった。ヒロデンストアの屋号で開業。広島市内を中心に店舗を置き、食品、副食品を取り扱うスーパーであった。1990年代後半から2000年代前半に、 かけ、不採算点を閉鎖し、取り扱い品目を食品中心に変更した上で、屋号をマダムジョイに変更。一方で、広島電鉄の遊休地などに新規出店も行われた。本社、本部は広島電鉄本社ビル内に置かれた。かつては、広電会館や仙田店内に置かれていた。赤字体質が改善しないことから、 移動販売車を含む既存店舗の営業権を広島市に本社を置くマックスバリュー西日本に事業場とすることになり、ヒロデンストア、広島電鉄とマックスバリュー西日本の3社間で事業場とに関する基本協定書を締結。2018年9月26日の20時をもってマダムジョイ全店の営業を終了、2018年10月より、 マックスバリュー西日本に事業が譲渡され、マックスバリューとしてリニューアルした。決議譲渡価格については非公開である。その後10月22日の広島電鉄での取締役会決議を経て、臨時株主総会において解散を決議し、2018年10月31日をもって解散した。その後、ヒロデンストアは2019年1月11日に、 広島地方裁判所から特別生産開始決定を受けた。負債総額は約70億円。そして2019年4月15日に法人格が消滅した。すべて広島市内に所在していた。成果部門に力を入れ、木曜日には野菜のバラ売り98円均一や、土曜日には各店舗で朝市を開催しており、三次市の 産地直産品や野菜、果物を格安で販売していた。2013年から移動販売を手掛けていた。自社の中古車両を改造したもので、愛称は、広電ジャー。当初は、北広島町の住宅団地数箇所を二日置きに約1時間ずつ巡回する計画としていたが、導入当初はスーパーが撤退し、地元からの誘致のあった杉並大団地で営業を、 開始した。2017年からは同様に2012年にスーパーが撤退した四季が丘でも移動販売を行っている。野菜、生鮮食品、冷凍食品、日用品等約1400品を販売した。ありがとうございます。